ということでね、本日はですね、初心者におすすめのレンズということで、単焦点レンズなのか、ズームレンズなのか、そして焦点距離はね、どうしたらいいのかっていうのはね、最初本当に分かりにくいと思いますので、今回は皆さんのレンズ選びの参考になるようなお話していこうかなと思います。大元 TV は初級から中級のビデオグラファーに向けた、映像制作がしやすくなるような情報を発信してますので、まだチャンネル登録してないっていう方は、ぜひチャンネル登録してください。ということでね、まずは単焦点レンズとズームレンズってどういうものなのかっていうお話をしていきます。まずですね、単焦点レンズです。単焦点レンズは焦点距離を変えることができないレンズになってます。今僕が手に持っているレンズは 40mm という焦点距離なんですけれども、この 40mm という画角から変更できないのが、この単焦点レンズになってます。一般的に単焦点レンズは次に紹介するズームレンズよりも F 値が低くて、サイズ、レンズ自体のサイズもコンパクトなものが多いです。F 値というのは低ければ低いほどボケが大きくなって明るく撮影できるものになってますので、単焦点レンズの方がズームレンズよりも明るくボケがね、大きめのボケが作れるレンズというふうに覚えておいてください。ではズームレンズなんですけれども、ズームレンズはですね、単焦点レンズよりも、これズームしなくちゃいけないんですね。これズームされてるんですけれども、ズームする分中のね、作りがちょっと複雑になっていますので、大きくて重たいものが多いです。また、F 値も、単焦点レンズよりも少しね、高いものなのでボケにくく、ちょっと暗めなレンズが多いというふうに覚えておいてください。ちょっとね、大きさ比較してみると、これが 16mm から 35mm F2.8 透視っていうズームレンズ、こっちが 40mm F2 という単焦点レンズなんですけども、どうでしょう、大きさ、ほらこんなにね違いますね。持った感じもやっぱりこっちの方がずっしり重たくて、こっちかなり軽いなっていう感じがしますので、単焦点レンズはですね、基本的に軽いものが多いので、比較的ね取り扱いしやすいものが多いですね。でズームレンズはね、ズームできて便利なんですけれども、まあ、基本的には F 値がね結構高くてちょっと重たいものも多いので、少しねこうなんだろうな、取り扱い難しいかなって思う時もあります。ではですね、ここまでの特徴を踏まえて、単焦点レンズとズームレンズ最初に買うならどっちがいいかなっていうお話をしていくんですけれども、結論から言います。僕は個人の考えは、単焦点レンズがおすすめです。まず一つ目の理由としまして、先ほどお話ししました大きさ重さ問題なんですけれども、単焦点レンズの方がズームレンズよりも小さくて軽いものが多いです。ということはですね、最初ね、このカメラ買い立ての時って、大きいレンズ、大きいカメラってカバンにパンと入れて気軽に持ち出して撮影に行こうっていうのは結構ね大変なんですよね。で一方、ちっちゃいレンズ、ちっちゃいカメラの組み合わせだったらそんなに荷物にもなんないし、とりあえずカバンに入れとこっかっていう気持ちになって、結構ね持ち出しのこう心理的な障壁が下がるんですよね。特に旅行の時とかですね、友達とちょっと遊びに行くみたいな時に、やっぱ荷物ってね、こうカメラとかってかさばって持ってきたくないの、まあスマホあるからスマホでいいかなってなりやすいんですけれども、できるだけね、そういった心理的な障壁を下げるためには、こうちっちゃい、単焦点レンズの方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。二つ目の理由としましては、単焦点レンズで撮影した方がですね、その焦点距離ってどういう風にこの映像を切り取ることができるのかなっていうのが、感覚的にね、こう理解することができるんですよね。ズームレンズってこう気軽にね、焦点距離を変えることができるので、撮影してる時に今 20mm で撮ってるとか、今 24mm で撮ってるとか、 50mm で撮ってるとか、何ミリで撮ってるかっていうのをいちいち気にしないで撮影しちゃいますよね。そうすると 20mm ってどういう風に切り取ってるのか、 30mm ってどういう風に切り取られてるかっていうのがこうね、感覚的に理解することができないので、まずはね、単焦点レンズを使って 40mm ってどういう風に切り取られてるのかなとか、慣れてきたら次は 50mm ってどういうものなのか、 24mm ってどういう風な表現になるかっていうのを感覚的に落とし込むのが大事なんじゃないかなと思います。レンズって焦点距離によって全然表現の仕方が違ってですね、 16mm と 85mm ですごいねこう見え方が変わってきますので、少しね自分がレベルアップしてきた時に、この表現はこのレンズでしよう、こういった表現はこっちのレンズを使おうっていう自分の選択肢を持てる幅が、単焦点レンズを使っていった時の方が多くなるんじゃないかなっていうふうに思います。で3つ目の理由としましては、単焦点レンズを使った方がですね、構図を作る力が上がるんじゃないかなっていうふうに思ってます。これなんでかと言いますと、単焦点レンズはですね、やっぱりその焦点距離を変えることができないので、自分や被写体の方に動いてもらって最適なこの構図を作っていくわけなんですね。自分が動いて
一番いいねかっこよく映るこの構図をこう探す力っていうのはやっぱり単焦点レンズの方がこう養われやすいと思いますし、被写体に寄った時にですね、どれぐらいボケるか、引いた時にどれぐらいボケにくくなるかっていうのも単焦点レンズを使った方がこのね身をもってね実感することができます。でズームレンズってやっぱりねこうズームできてすごい便利なので、その場にこのままに立ち止まったまま、ズームしたりですねすることが結構あったりするんですよね。でそうするとですね、自分でこんな感じでこういいところを探ってるわけじゃなくて、レンズ任せにして、構図をねこう探ることになってしまいますので、なかなかこう構図力っていうのは、磨かれにくいのかなっていうふうに思います。構図やねボケ感っていうのは自分と被写体の距離感でも大きく変わってきますし、自分と背景との距離感でも大きく変わってきたりします。その辺のね感覚を養うためにはやっぱり単焦点レンズがね向いてるんじゃないかなっていう風に思います。それではねここまで踏まえた上でビギナーの方におすすめの焦点距離ご紹介していきたいなと思います。僕のおすすめはですね、今日何回もこう登場している 40mm です。これね何がいいかと言いますと、だいたいその標準の単焦点レンズって 35mm か 50mm が多いんですよね。で 50mm だと動画を撮るにはねちょっと狭いんですよね。思ったよりもですね、自分がこう引かないとですね被写体との距離も近くて、いやなんか狭いなっていう風になりがちです。で35だとちょっとね広いなって感じになるんですよね。自分が目で見てるよりもなんか余計なもの映っちゃうなっていう感じに、なりやすいので、個人的には 40mm っていう焦点距離が使いやすいかなと思います。 E マウントのレンズですと、今僕が持ってるこのバティス 40mm っていうレンズか、もしくはですね 40mmF2.5 かなっていうレンズがありますので、その2つどっちかを使うと結構ね最初撮りやすいかなと思います。 40mm ってね普段自分が見ている視野にかなり近いですので、カメラにつけてね撮影した時にですね、もう全然違和感なく撮影にスッと入れますので、一発目のレンズ僕はね 40mm がいいかなっていうふうに思ってます。でもしね 40mm のレンズ、いやちょっとななんか40じゃないのがいいなと思ってる方は、次におすすめなのは 35mm です。これなんでかって言いますと、カメラの機能で手ブレ補正とかをつけるとですね、ちょっと画角が狭まることがあるんですよね。なので 35mm のレンズで手ブレ補正なんかをつけて撮影すると、38mm とか 39mm とか 40mm に近くなったりすることがありますので、ちょっと広い 35mm でもまあ許容範囲かなっていう感じがします。もう一つの理由としては、編集の時にですね 35mm 広く撮っておけば、ちょっとね110% とかにちょっとサイズを大きくして画角をね狭めることができるんですよね。なので 40mm よりもっと狭い単焦点距離 50mm とかよりも、 40mm がちょっと嫌だなと思ったら、それよりちょっと広い 35mm ぐらいだったら、まあ、最初のうちはちょっと使いやすいんじゃないかなと思います。個人的なちょっとね失敗談をお話ししますと、僕ねミラーレスカメラを買って一番最初のですね、α7-3 を最初買ったんですね。で一番最初の単焦点レンズ僕ね 85mm 買ったんですよね。で 85mm 使ってて、めちゃめちゃ最初使いにくくてですね、これなんで買ったかっていうと、人物ねやっぱ綺麗に撮りたいなと思っていろいろ調べてるうちに 85mm ぐらいがいいよっていうなんか記事かなんかを見かけて 85mm パンと買ったんですけど、もう狭いし手ブレするし本当に使いにくかったんで、最初の1本目のレンズで 85mm は個人的にはね、ちょっとお勧めしにくいなと思います。基本的にレンズっていうのはですね、その狭く映れば映るほど、なので焦点距離ですね、ミリ数がこう高くなればなるほど手ブレしやすくなります。一方でね、ミリ数が低くなるほど広角で撮れるレンズほど手ブレがしにくくなりますので、そういった意味でもですね 50mm とか 85mm よりも 40mm とか 35mm ぐらいの方が最初のうちね手ブレを抑えて撮影しやすいので、焦点距離としてはねそれぐらいがおすすめかなというふうに思ってます。で次にですね、この 40mm っていう焦点距離に慣れてきたら、標準ズームレンズとかを購入すると一気にね経験値が増えると思います。今自分の中では 40mm ってどういう風に映るかっていう経験が蓄積されてますので、標準ズームレンズってだいたい 24mm から 70mm ぐらいのものが多くてですね、次に 24mm っていう焦点距離はどういう風に映るか、そして 70mm っていう焦点距離はどういう風に映るか、どういうボケ感を出せるかっていう経験を蓄積すると24、40、
73つの焦点距離の経験が蓄積されます。もちろんね、 24mm から 70mm このね間のねこう焦点距離を使うこともあるかもしれませんが、撮影してる時に今 50mm 使ってますとか今 35mm ぐらいでやってるなっていういちいちね多分確認することあんまりないと思いますので、広角端と望遠端の経験を蓄積して少しずつ自分の中に焦点距離、この焦点距離はこういう風に映るなっていう、経験をね蓄積していくのが映像制作が上達しやすくなるやり方なんじゃないかなという風に思います。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで本日はですね、初心者におすすめのレンズということで、最初は個人的には単焦点レンズ、それも、このね 40mm かもしくはまあ第二希望で 35mm かながおすすめかなと思います。このレンズがどういう風に映るかっていう風に分かったら、次はね標準ズームレンズを買って、広角端と、望遠端の映り方の経験値を積むっていうやり方が個人的にはいいんじゃないかなというふうに思ってます。僕は最初 85mm の単焦点レンズを買って大失敗しましたので、この経験が皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Vipro 2022というビデオグラファーになって月に5万円稼げるようになるまでサポートさせていただく教材、販売してますので、興味ある方は概要欄からリンク見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね、ちょっと長くなりました。